え動画をご覧の皆さんこんこにちは武藤亮ですえ今回はです、ね、ポテトサラダとととと司法試験いいいいうことををテテーマにししててお話をしていきたいと思いますえポテトサラダって思った方も、まあ、いるかもしれないんですけどもポテトサラダっていうか、まあ、それめっちゃ司法試験に対していい勉強になるんですよね、まあ、ポテトサラダっていうかその料理全般という話なんですけどこれがまあすごい勉強になるっていう話を、まあ、今回していきたいと思うんですよねで、まあ、なんで今回こういう話をするかっていうと、まあ、僕は結構その料理とかをしててその時にずっと勉強になってたって って話なんですけどそうすると僕の場合はその料理をしてる時も司法試験の勉強ができてたっていう話になって、まあ、僕、その部活とかやってて結構勉強時間が足りなかったみたいな話とかも言ってるんですけどまあそれは単純に机に向かう時間が少なかったっていうだけで結構ねそのいろんなことやってる時間っていうのを勉強に使ってるわけなんですよね。勉強をするように工夫してたわけなんですよね。だからこういうふうにその料理してる時とかあるいはお風呂に入ってる時とかそのね通学してる時とかっていうものをまあ勉強時間に使おうと思っていろいろ工夫してやってたわけなんですよ。 でそういうことをやってると、まあ、このね、料理をね、司法試験の勉強に使える、料理の時間を司法試験の勉強にできるっていうことは、それだけね、料理をしてる人と、料理をしながら司法試験の勉強できない人っていう人と、どん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 差がついていくわけなんですね。だから、単純に料理を作ってるように見えても、そこで何考えてるかによって、全然勉強していない人もいれば、逆に司法試験の勉強になってるみたいな人もいるわけなんですね。だから、そうやって、そのいろんなね、 単純に机に向かっている時間以外の時間っていうのも勉強に使えるんだよっていうことも知っていただけたらいいなと思ったし、あとは単純にその料理、まあ、普段料理する方も結構多いと思うんで、そういう方にね、料理の時間も勉強に使えるんだよっていうことをね、ぜひ知ってもらいたいなと思って今回の動画を撮ってるわけですね。だからこの動画を見ればね、じゃあ、あ料理の時間どういうふうに勉強に使えるのかなっていうことが分かるようになるんで、まあそれね、気になる方は見ていただけたらいいのかなと思います。で、まあ、なんで僕料理やってたかっていうと、まあ、その家でね、 僕はその受験生時代、まあ、普通に弟と一緒に暮らしてたりとかして、実、ま、質、あまあ、親から離れて生活してたわけなんで、自炊する必要があったんですね。まあ、自分でご飯作らなきゃいけないと。まあ、家で買っ のそのどっかで買って食べたりするっていうこともまあ当然できたんですけど僕の場合は、まあ、陸上とかやって部活ですね陸上やったんで結構陸上やってると体に気を使うんですよねもう本当に陸上っていうのは自分の体がすべてなわけですから特に短距離とかだと本当に自分の体調っていうものが影響してくるんで自分の体調管理っていうのはすごい大事だっていうことで、まあ、体のケアっていう観点から結構周りでも料理作る人が多かったんで、まあ、自分もそれでねやっぱ体気をつけないといけないっていうことで料理ずっと作ってたんですよね だからそこら辺でなんか色々、ね、栄養素の話とかいろいろ勉強をして、まあ、すごい,いろいろ詳しくなったりとかしてねあで、まあ、そんなことやってると結局風邪ひかないんですよね全然、まあ、もちろんその受験生っていう立場からもやっぱ試験のために風邪ひかないっていうことはすごい大事なんですけど、まあ、こういうふうに自分でご飯作ってたりとかすると、まあ、その自分の体調に合わせて、えー、料理作ることもできますし、まあね、必要なねどういう栄養を取ればいいかどういう食べ物を取ればいいか食も取ればいいかみたいなことも分かるんで まあそういうことを考えながら料理作っていくと、本当に自分の体調に合わせてね、自分の体調をケアしながら生活することができるんで、それ非常におすすめですね。なんだかんだ言って、試験前にインフルエンザのワクチンとかね、いろいろ受けたりとかして、試験前に対策してる人って結構多いですけど、それでねインフルエンザのワクチンとかまあ必要になったら必要だと思うんですけど、なんていうか、直前しか対策しないじゃんみたいなことをずっと思ってて。 そういうことじゃなくて、まあ、その直前、まあ、対策するのはもちろんいいんですけど、僕の場合はもうそのずっとずっと年がら年中ずっと自分の体調ケアしてて、体調管理ずっとやってたみたいなんで、そこら辺はね、やっぱり自炊するっていうことで、自分の、ね、体調管理っていうのは自分で責任持てるようになるんで、そこはね、やってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからそういう観点からも自炊はおすすめかなと思いますね。まあ、あと、その自炊なんでやってたかっていうと、まあ、その僕は家で勉強することが多かったっていうことで、まあ、結構そのね、 勉強、受験生としては、その家で勉強するのか、図書館か自習室とか、外で勉強するのかみたいな、いろいろ話がありますけど、僕はもう完全に家で勉強をしてて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、その、司法のテキストとか、そのね、勉強する道具っていうのは、非常に分厚い本が多いし、重いし、何冊も持ち歩かないといけないしっていうことで、まあ、それで荷物が多くなるのが嫌だったんですね。まあ、僕の場合、その、普通に部活とかもあって、部活の道具とかもあったんで、まあ、勉強道具とかはもう持ち歩きたくなかったわけなんですね。で、まあ、家にいれば、まあ、家にいながら、その、 まあ例えば刑、刑法の勉強をしながら、あ、刑署のやつ見たいなって思った時も、家にいれば普通に見れるんで、外に出てたら、刑法やってた時に、刑署見たいって思ったら、もう、刑署のテキスト持ってきてなかったってなると、確認できなくなるんで、まあ、そういうふうにね、いろんな分野を横断して勉強する必要とか、いろいろあったんで、そういう時に便,便利だし、重い荷物持ち歩く必要ないしっていうことで、基本的に家で勉強したんですよね。でまあ、家で勉強してても、結構その大変なことって,いろいろあって、まあ、単純にやっぱ退屈っていうか、まあ、一人であるっていうことで、いろいろ大変なんですよね。 なんで、まあ、その僕自身もその勉強は、まあそんなに好きじゃなかったんで、やっぱどうしても休みたくなっちゃうわけなんですよね。で、まあなんか息抜きないかなって思った時に、そのいい息抜きだったのが料理だったわけなんですね。まあそそのお腹すいたっていうことで、じゃあ自分で作ろうってもなるし、まああとは、まあ普通に僕は弟とかもいたんで、まあ弟の分とかも結局一緒に作って、ご飯も作っておくみたいなことやっておくと、まあその料理っていうのがすごいいい息抜きになったと。 まあそんなことだったらなんか自分で料理作ってますみたいなことを言うと結構いろんな人から感心されたりとかもするし、まああとそのね、弟の分も作っ一緒に作ってるんですよみたいなことを言うと、おお、いいお兄ちゃんだねみたいなことも言われて、なんかいろいろいいことだらけだったなっていうことだったんで、まあそういうね、なんかいろいろメリットもあったと。まあ単純にその勉強の息抜きとして僕はその料理を始めた。まあ勉強の息抜きとあと体調管理っていうところから料理をずっとやってたっていうことなんですよね。 であと、その料理っていうのがすごくいいなって思うのは、その料理の間は手を動かしてる時間多いんですけど、頭を動かしてる時間あんまないんで、頭の、だからそこでいろんなことを考えられるわけなんですね。で、そこで僕としては、さっきまで勉強してたことをいろいろ頭の中で思い出して、どの辺まで覚えられてるのかなっていうことを確認したりだとか、まあ、そうやって復習に使ったりだとか、あと、まあ、さっきまでこういう勉強してたから、じゃあ料理終わった後、料理終わってご飯食べた後はこういう勉強しようかなみたいな感じで、その後のね、勉強のプランニングっていうこともできたんで、 その料理作ってる、手を動かしてる間に頭の中でいろいろね、そのスケジュールとかプランニングとかできるのがでいいところだなと思って、あとそこで単純に頭の中で思い出すっていう復習の訓練、復習やっていけばすごい脳は鍛えられるんで、そこでね、やっぱ思考力とか上がったのかなっていうふうに思いますね。で、今回、その直接、今回の本質的な話っていうか、その料理っていうものがなんでその司法試験に役立つかっていう話なんですけど、料理っていうの、その献立てを考えますよね、料理。 どういうじゃ今回の料理は今回のご飯っていうのはどういう料理を作ろうかっていうところで献立を考えますよね。献立とかもやっぱそ一1三菜みたいな話がありますけども大体ご飯とお味噌汁とじゃおかずがあってみたいなことを考えますよね。でそういうふうにその全体のバランスご飯1回の料理っていうのはその全体のバランスを考えながらじゃあどういうご飯を作ろうかどういう料理を作ろうかみたいなことを考えますよね。 で、これが司法試験の答案の話とすごい似てて、司法試験というのも結局予備試験だったら4ページ、司法試験だったら8ページっていうことで、そこの中に必要なものを書いていくわけですよね。で、まあ、司法試験の問題とかも、その単純に1つの話が出るっていうわけではなくて、その複数の話、まあ、いわゆる論点的な話が何個も出て、それを組み合わせて論文,論文っていうものを書いていきますよね。 そこを、じゃあ、その答案の中に、答案という全体の中に、じゃあ、その各論点、各部品というものをどういうふうに配置していくのかということが、結局、料理と同じなんですよね。だ料理作っていく間にも、一汁三菜とか、そういうなんか型みたいなのがあるから、結局、じゃあ、それに合わせてどういう料理を作っていけばいいのかみたいなことが考えられるわけであって、型があるから、そういうふうな必要なものを考えられる。まあ、つまり、型があるから、ちゃんと物事を考えられるっていう話なんですね。でそういうい型があるってまあ である程度その全体でどういう栄養素を取ったらいいのかとかどういう食材を取ったらいいのかっていうことが分かってたんで,でそういうことを目安にしながらじゃあ今回はこの料理を作ってそこでタンパク質とか脂質っていうのはこれぐらい取れるからじゃああとは他で炭水化物これぐらい他の料理でこれぐらい取ろうかなみたいなことでその全体のバランスっていうものを考えながら各料理を配分各料理を配分していくっていうかその構成を考えていくっていうことなんですね。だ料理っていうその 料理の献立てっていうのが全体の部分、まあ、いわゆる答案用紙だとしたら、そこに、じゃあどういうことを書いていくのかっていうのが、そのご飯の一品一品なわけなんですね。だからそうやってその全体を考えながら、どこに何を配置していくかっていうことが、すごい料理と司法試験で似てるなって思ったんですよね。だからそうやってその料理の献立とかを、その全体のバランスを考えながら作っていく過程で、なんか、おのずとその司法試験の勉強にもなったっていうか、あ、これはその全体を考えた上でよ、どういうふうに、 組み,合わせ組み合わせていくか配置を考えていくのかっていうのは本当に司法試験と同じだなみたいなことは考えてたんで、まあ、そうやってねその全体と部分の関係を考えながら勉強し,勉強したっていうか料理を作ってたっていうのがすごい勉強になった結果的にそういう司法試験にも生かしたんじゃないのかなって僕は思ってるんですね、まあ、それがその料理全般としてどうやって司法試験に役立つかっていう話なんですね で、まあ、今回はそのポテトサラダと司法試験ということでポテトサラダの話をしなければいけないんですけどポテトサラダの話っていうのはすごいまた僕としては本質的な話だと思ってて、まあ、その僕としてはやっぱその司法試験の話でその答案構成とかそういう答案の形式面がすごい大事だよみたいな話を結構ずっとしてるんですよねで僕はそれは本当に形式面が大事だと思って言ってるんですけど、まあ、そういう話をすると必ず何か言われるのがやっぱその形中身がすごい大事なんじゃないかっていう、まあ、その形式なんてできて当たり前で中身がすごい大事なんじゃないか 話だから結果的にやっぱ中身で判断されるんじゃないかみたいな話をされるんですけどまあ僕は全然それは違うなって思ってやっぱ形式が大事だなっていう話があってそれはまあポテトサラダの話に出てくるんですけど、まあ、考えてみてほしいなと思って、まあ、料理コンテストみたいなのを考えてほしいんですよね料理コンテストをしますって言った時にじゃあそこで出されたお題がポテトサラダでしたということでじゃあポテトサラダを作りましょうということなんですね で、まあ、A 君と B 君がいました。まあ、A 君と B さんでもいいですけどね。A 君と B さんが出場者で、料理コンテスト、ポテトサラダを作ってくださいと言われましたと。で、まあ A, 君 B、A 君、B さんともにまあ料理にはそこそこ自信があるということで、まあ、ポテトサラダを作ったんですけど、まあ、その結果出来上がったものっていうのが、まあ、できる B さん。まあ、設定は何でもいいんですけど、できる B さんは、もうポテトサラダ、この今この画面に映ってるような、この綺麗なポテトサラダを作ってきましたと。 で、じゃあ A 君。A 君が作ってきたのは、もうおよそポテトサラダに見えないものだったと。まあその一見して、本当にこれポテトサラダなんですかみたいな。まあちょっと僕もなんか想像し難いですけど、ポテトサラダを作れって言われたのに、これはどう考えてもポテトサラダに見えないというものを作ってきたと。だから見た目はポテトサラダに見えないってやつなんですよね。で、それでし、まあ、審査員としては混乱するわけなんですね。え これポテトサラダなんですかこれ本当にポテトサラダのみたいな感じになるんですけど、で、A 君はそこで主張するわけなんですよ。いやいや、これ味は確かなんですって。本当にこれポテトサラダで。食べれば分かりますから、ポテトサラダなんですよって言って。確かに見た目は悪いかもしれないけど、これはポテトサラダなんだと。食べてくれとりあえずみたいなことを言うわけなんですよね。で、それを見て考えてほしいんですけど、そのポテトサラダの、そのポテトサラダを作れって言われてるのに、その およそ見た目がポテトサラダに見えないので、これポテトサラダって言われても、審査員としてどう点をつけるんだっていう話ですよね。で、B さんのやつは、こういうふうに、ガミヌスっていうのはポテトサラダなんで、おいいねって思って、あ,あこれはポテトサラダって思って、じゃあ食べようってなるわけじゃないですか。で、そうするとなんか自然と印象も良くなりますよね。ここまでポテトサラダとして、綺麗に整ってたら。なんか、別にそんな美味しくなかったとしても、まあ美味しいんでしょうけども、美味しくなかったとしても、 まあでも、ポテトサラダだし、これはポテトサラダとして評価できるなと。これはポテトサラダとして見えて、それで評価できるなっていう,う話になりますよね。でも、A 君のその、およそポテトサラダに見えないなんかポテトサラダまがいのものを出されても、それがたとえ美味しかったとしても、いや、これをポテトサラダとして点をつけていいのかってなると思うんですよね。こいつは、美味しいか、美味しい、確かに美味しいかもしれないけど、これをポテトサラダを作るそのコンテストでどうなんだ これで私たちは合格点をつけるのはどうなんだみたいな話になってしまいますよね。だからそれが、まあそういうのを、その司法試験でも同じようなことを考えてほしくて、そのおよそポテトサラダじゃないものに、ポテトサラダのを作れって言それは要するにポテトサラダの科目、科目ポテトサラダみたいなもんですよね。ポテトサラダ試験料理し。料理試験、科目ポテトサラダみたいな。で、科目がポテトサラダなのに、その見た目が全然ポテトサラダが見えないものを作ってきて、どう評価しろっていうんだっていう話ですよね。 でそこはもう形式の話なんですよね。もう見た目がポテトサラダかどうかっていうところがあって、見た目がポテトサラダの上で、じゃあ、じゃあ中身の話になりましょうかっていうことなんで、その見た目がポテトサラダに見えないのに、いくら中身美味しいですよって言われても、審査員としては別に点をつける気にならないわけなんですよね。で、これはだから司法試験でも本当に同じことだと思ってて、その法律が科目であって、その法律である以上、やっぱ法律の文書、法律の形式っていうものがあると思うんですよね。 その方を守ってないのに、中身いくら読む、中身がすごいいいから読めばわかりますとか言っても、読む気にならねえよっていう話なんですよね。一えば、所詮、その、料理コンテストもアマチュアな試験だ。一応アマチュアな試験という設定で、結局、資本試験っていうのはアマチュアな試験なわけですよね。別にプロが書いてるわけじゃないから、中身が正しいわけで全く保障されてないわけなんですよね。だから中身を読めば、それ、いいとは回るし、悪いとは回るっていうことで、別に受験生の方なんて信用してないわけなんですよね。こいつらがいいとは書くと。で別に全然思ってない。 それなのに、私はいい答案書きましたとか言っても、それはお前,お前目線でいい答案だろって言って、こっち目線からしたらいい答案だろ、うい、い答案かどうかは分かんないわけで、ね、そうするとやっぱり見た目が綺麗なものからある程度評価していかざるを得ないわけなんですよね。っていうか審査員としても読む気にならないでしょ、それは。もう見た目がある程度整ってるから、じゃあ読んであげようかなと。 いうような話になるわけだって、見た目がぐっちゃぐちゃ、その形してぐっちゃぐちゃなやつはどうせダメなんだろうなっていう先入観を持って読んでしまうわけなんですよね。だからそのポテトサラダが見た目が、見た目ダメだと、いくら美味しかったとしても、いや、これはなんかポテトサラダじゃないだろうなって思って、最初からなんか評価低めに入るわけなんですよね。いや、これはいくら美味しくても、科目がポテトサラダだからちょっといい評価できないなって思いながら、 味見すするわけなんですよね司法試験も本当にそれと同じであって、形式が整ってないような、本当にぐちゃぐちゃな答案書いたら、いくらいい答案書いても、それ評価しづらいわけなんですよね。だから法律ってやっぱりその文章、言葉が勝負なわけですから、それでその文章として形式整ってないのに、いくらいい文章を書いたとしても、それは困るわけですよね。裁判所とか、でその実際に実務に出たときに、弁護士がそのすっごい汚い文章を書いても困るわけですよね。裁判所からしたらそれを読んで判断しなきゃいけないわけなのに、その読む、なんていうか、 わざわざ裁判所側が判断しなきゃいけないって、それおかしいわけなんですよね。そっちが整理して持ってこいっていうような話なわけなんですよね。だから、司法試験の,その受験生が、結局、司法試験委員会からしたら受験生ごときがですよ。受験生ごときが、いくらいいとは書いたとしても、それはもう子供の、子供の議論しか見えないのであって、せめて形式ぐらい整えて持ってこいよっていう話になるわけなんですよね。 形式ぐちゃぐちゃにいくらいいこと書きましたとか言われても全然それは説得力ないよっていうことなんで、とにかく形式整えろと。形式整えたら読んでもらえるからっていうのがその僕がポテトサラダから得た教訓なんですよね。まあ、ポテトサラダじゃなくても何でもいいんですけど、別に他のサラダでもいいんですけどねそのポテトサラダ。ポテトサラダを作れと言われたらポテトサラダ作らなきゃいけないんですよ。法律の答案作れと言われたらまず法律の答案を作らなきゃいけないんです。中身はその後だということなんですよね。 だということなんで、そのすごいね、その形式っていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。見た目これはちゃんとポテトサラダですよ。法律の答案ですよっていう、その見た目がすごい大事だと思ってて、だからこそ僕としてはやっぱ答案の形式、型っていうものをちゃんと整えておけっていうような話をしてるんですよね。ポテトサラダに見えないポテトサラダというのはもう評価されません。同じように、法律の答案に見えない法律の答案っていうのは、いくらいいこと書いても、それは司法試験っていう世界では評価されないよということですね。それね、 自分はいいこと書いてるってのは、それただのもう自己満足なんでね。それで、その試験に評価しよう。その国家試験ですからね、これ。その国が、ね、こいつなら大丈夫だと。こいつなら弁護士、その放送として働かせて大丈夫だっていう、そのお墨付きを与えるわけですから、そんなね、中身が、中身っていうか、その形、形が整ってないけど、いいと、いい文章か、いい文章っていうか、内容は合ってるみたいなことはダメなわけなんですよね。 まあそれはその例えばその本を出すとかいうのもわかりますよね。本だってちゃんとその出すときに、ちゃんとね構成やってその内容、内容というか形式を整えて出すわけなんですよね。いくらいい文章とか書いたとしても、やっぱりそれはちゃんと形式をきちんと整えてから本として出すわけなんですよね。でそういうい普通の会社である出版社とかがそうやって揃えてるんですから、国としてやる以上は、ね、もうなおさらそれやらなきゃいけないわけなんですよね。それちゃんとめちゃくちゃその形式とか重視されてるんであって、まあ、それは本当に国で出,出される文章とかもそうですよ。めちゃくちゃ形式とか重視されてますからね。 いくら内容が良くても形式がダメだからって言って跳ね返されることが普通にありますからね。だから形式めちゃくちゃ大事なんだよっていうことで、そのね、中身で勝負するとか言ってる奴らはで、まず形式考えろっていうことで、もうとにかく形式、形式、形式なんだと。形式ができてこそ初めてその中身を読んでもらえる資格があるという風うに、まあ、僕も自身そうやって思ってやってきたんで、まあ、めちゃくちゃ形式大事です。もう形式、形式、形式、カタカタカタっていう感じですね。それを僕はポテトサラダから学びましたということですね。ポテトサラダ試験ですよ、もう。 ということでね、今回ポテトサラダと司法試験ということで、まあ、要するに何が言いたいかとにかく形式,を、ね、形式がめちゃくちゃ大事なんだということでね、だからこそ僕も、その答案の中身以前に、そのまず答案構成とか、そういう答案の型形式を抑えろというふうに言ってるんですね。まあ、今回ね、そのポテトサラダの話したんで、ぜひね、そのポテトサラダ,サラダをね、実際に食べたときはね、あ、型って大事なんだな、いやこれはポテトサラダとしての,の見た目があるから美味しく感じるんだなっていうことをね、そう思い出したり クスッとしていただけたら、まあ、嬉しいかなというふうに思います。まあ、皆さんもね、ぜひ料理いいんで、料理すごい、その自分の健康にも、自分の体調管理にもいいですし、勉強にもなるんでね、ぜひ料理やってなかったなーっていう人もね、料理やってみてくださいね。まあ、すごいいい息抜きになるんで、これおすすめですよ。僕の息抜きの手段としてもすごいおすすめなんで、これはね、結構いいのかなと、料理って結構いい,、まあい,いのかなというふうに思います。 はい。ではですね、今回はポテトサラダと司法試験ということについてお話をしてきました。まあ、ポテトサラダとかね、料理とか一見司法試験と関係ないんじゃないかなと思っても、そういうのも本当に工夫したよりくらりの勉強になるんでね、そこから学ぶことなんてたくさんあるんで、ぜひね、皆さんもそういうね、まあ、ポテトサラダとかね、料理以外のことからも、そのね、勉強とかね、受験勉強に生かせることを考,え考えられないかな、学べないかなっていう観点から、まあ、生活のね、生活スタイル、ライフスタイルっていうものを見直していただけたらいいのかなというふうに思います。 はい、えー、ではですね、今回、ポトサラダと司法試験についてお話をしてきました。えー、今回の話はこれで終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。これで終わります。